カボス、カボスヒロシです。一般的なみかん類と違って酸味が強く生食に向かない柑橘類を高酸柑橘と言います。いろんな食べ方がありカボス。今日はじゃーん、でかいですね。この果物、梨に高酸柑橘をかけて食べてみたいと思います。じゃーん、この4種類の高酸柑橘を使ってみます。これは長門ゆず吉、黄色ヘベス、カボス、ダイダイ。高酸柑橘の楽しみいかがでしたか？僕もその果物にかけて美味しいのかな、これは、ね、梨だけにね、これ梨なんじゃないかと思ったんですけど、全然ありでした。皆さんもぜひ果物に高酸柑橘絞ってみてください。このね、秋の味覚の柿とかにもね、とっても合うみたいですよ。おすすめかも。果汁振り絞っていきます。チャンネル登録喜ぼです。ポチポチ。